こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回は妖怪ウォッチ3やっていきましょうということで、この位置といえばピエロですね。今回はピエロに限定妖怪のゾンビチョッパー中心にチームを組んできたので当てていこうと思います。ダイス、最近はですねピエロの後ろをつけて回るのが得意になってきました。ある程度だったら真横を歩いても振り向かないことが判明したので、一応ですね、背中を向けて避けるっていうのと振り向かずに歩くっていうスリルを味わっているところです。まあ夏だったっていうので8月はですね結構これやってました。で今回は一応ゾンビだと鬼ゾンビとゾンビバトルがあるのでそれを狙っていきます。あれ、ここどこ？この位置だとピエロホールって3カ所4カ所あると思うんですけど、うわー、これって天ぷら屋さんのところだったみたいですね。かな、確認みたいです。戻ろう。さあ来い、鬼ゾンビかゾンビバトル。まあ、ゾンビナイトはちょっと今回はしたくない。エンドレスナイトやってたんですけど、強いとこまで行っちゃってるので、できれば一発で。なんでゾンビナイト。ここ一発でこっち、あらー、やってしまいましたね。ゾンビナイト動画は切ると思います。ちょっくら行ってきますよ。苦手なんだよな。あー、来ちゃった。はい、戻ってきました。よかった、いたいた。ほんとね、背中向けるだけで通り過ぎてくれるなんて、なんて目が悪いのかな。あー、これでもうピエロも克服です。3体のエンマの時に、ね、このやり方で克服したんですけど、真横を歩くを今回ちょっとやろうと思います。あれ、やばい、お兄さん超見てる。やってしまった、真横歩けなかった。鬼ゾンビとゾンビバトルしたいので、もう一回やるときにはゾンビ真横を通って一緒に歩こうと思います。近い近い。これまだゾンビから逆に向かって走り抜けるをやったことないんですけど、うまくいかない。ゾンビからじゃないよね、ピエロからだよ。なんでゾンビって言ってるんだろう。もう頭の中がちょっとゾンビばっかりになってる。きたー、ピヨン。さて、鬼ゾンビかゾンビバトルでお願いします。きた、鬼ゾンビバトル。勝てる気がしない。大丈夫かな。実はですね、友達になった時に多分50レベルぐらいなんですよね。なので今回レベル上げてません。99レベルだったら勝てるのかっていうのをまた今後もやっていきたいなって思うんですけど、今回のレベル帯でいけるのかわからないです。危なくなったらアイテム使おうかなと思ってるんですけど、できれば使わないでやってみたい。やばい、めっちゃ飛ばされてる。猫二世、限定妖怪なのでね、猫二世のヒーラーは1体で、ゾンビチョッパーが3体、あとはインディーが2体います。できればね、サブを出さずにゾンビチョッパーだけでいけないかなって思ってたんですけど、飛ばされますね。忘れてました。いやー、やっぱりキャンセル早くない？煮崩れ、うわー、半分も行くの？辛いね。やばい、回復先にしちゃったけど、うわ、飛んだ。えっ、おしゃぶり卒業かわいいじゃなくて、ちょっと爆弾、いやー、間に合ってなかった。あ、インディがまずい気がする。ちょっとね、猫にせよずらすのと、うわ、また今戻ってきてばっかりよ。まずい、これちょっとまずい。うわー、見事にぶっ飛んでいきますね。
ゾンビチョッパーが1体倒れたのと2体倒れてる。まずい。最初の3体だけじゃない。半分までいけないよ。ここでちょっと動かないと。はい。いけるのかな。なんかこの時点で怪しい感じが。これスイングがまずいね。スイング忘れてた。肉釣りスタンププラスにスイングを当たるとサブに戻った時にお亡くなりになってしまう。まずい。腐りちまったかなぽが来るけど先に来た。危ない。不安。あー間に合った。いいねじゃない。飛んでる。これどっかのタイミングでもらったやつ撃てるかな。前一列とかに変えた。いや飛んだ。猫2世がちょっとインディーに頑張ってもらう。キャー、キャンセルにならなくてよかったです。危ない。これ撃ってから移動させないといけないパターン。もうちょっともうちょっといけるかも。すっごい不安だけど2体、3体か。まずい。ちょ、やばい。どうしよう。うわマスター、うわまずい。あ、待って、猫2世だけ。いやここやばい。どうしよう、これアイテムいけるかな。でも極楽の術があれば。やばい。はっ、あ、落ちちゃった。鬼ゾンビ強かったです。ゾンビチョッパーで行きたかったんですけどね。いやー、99レベルまで育てて、これはもうリベンジするしかないです。やっちゃった。悩んでる間にアイテム使ったら多分いけましたよね。でもアイテム使わないで勝てなくいいかな。レベル帯もレベル帯だったんであれなんですけど。え、ここでトロフィー。何のトロフィーだろう。あれで、ちょっとまた移動してゾンビバトル行ってみたいと思います。ゾンビバトルの方がなんかイメージ的に強い感じがするんですけど。鬼ゾンビは1体だけどゾンビバトルは2体ですよね。あ、いたよし、ピエロの横を歩いてみたいと思います。調整。これ意外と気づかないんだよね、このピエロ。ちょっと後ろだったらいけます。あー、建物の脇大丈夫かな。お、いけてる。うわ、角今回はここでダメだったか。これで気づかれずに一周したいなっていうのを最近ちょっと頑張ってたんですけど、見つかっちゃいましたね。ここの角曲がって次の角ではよく捕まります。いやー、近っ。早っ。近かった。さて、残りゾンビバトルがしたいのでそれをお願いしたいです。ピエロ来たー。ゾンビバトル、これ3体のうち誰を狙っていこうか迷いますが、人面ゾンビ犬かな。ジバゾンビニャンよりは人面ゾンビ犬を狙っていこうと思います。早くない？こっち。これだって、早っ。待って、ほんと早い、やばい。いや、さっき負けたから今回勝ちたいんだけど。早っ。何これ早い。レベルですかね、なんかレベルな気がするけど、手数が多いからかもしれない。猫2世にインディー回復してもらおう。もうゾンビチョッパーいなくなっちゃいました。早っ。チュッパつなくて1体でしょ。相手1体倒して極楽の術
いや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 、早い早い。これ2体、残り2体になったらアイテムを今回は使おうと思います。それでデーモン2体なんだけど、アイテム使おう。タイミング的にどうしよう。この辺でいいかな。これですね、みんな満タンで復活してもらって。本当に1体しか倒せない。鬼ゾンビも強いですけど、ゾンビバトルのこの3体もやっぱり強いですね。個人的にはこっちの3体の方が苦手です。はい、ゾンビチョッパー3体に戻してやってみます。初めからってわけじゃないんですけど、まずい。ポイズンが来る。ポイズン、動け動け。よし、一体倒れちゃった。いいね、やっとここまで。強いな。うぐうぐ、力マイナスだけどまだっぽい。ちょっと強いよねえ、生ハゲゾンビ強い。こんなでしたっけ、最近当たってなかったんですよね。うわー、もっぱら鬼ゾンビバトルとゾンビナイトのエンドレスナイトで、鬼ゾンビもエンマとかで来てたからすぐ倒れてたので忘れてました。やばい、これでやっとか。一回ありがたいカンポ使わないと勝てなかったですね。これ一応勝てたんですけど、なんか悔しい。ということで今回はですね、このレベルで55くらいとかで来たんですけど、これ厳しいので99にした時にどうなるのか、今後ちょっとやってみたいなと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。まだの方はチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。夢の中の話でビズシャキッと張り切っていきたかったんですけどねということで、それではまた See you!